どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが11月23日の火曜日なんですけれども、タイガースの秋季練習もいよいよ大詰め、そこに関してもいろんな情報出ているわけなんですが、先日球界がざわついた驚きの対談がありました。それというのも、高卒1年目のシーズンにファームで首位打者、ジャイアンツの未来のスラッガーと評価されていた山下航太選手がジャイアンツの育成再契約ではなく、他球団移籍を求めての対談ということで、今回の動画では SNS 上でタイガースファンがこの山下選手取りに行こうよと、面白い存在だよとなっているわけなんですが、一体この山下選手どんな選手なのか、どんな特徴を持っているのか、そしてタイガースが今のポジション、そして支配下の枠等を考えて獲得に動き出す可能性あるのか、こういったところについて深掘りをしていきながらお話ししていきたいなと思います。ではお話ししていきますが、まずは秋季練習に関する最新情報。先日矢野監督が選手たちに日本シリーズから何か一つでも学んでいこうという風な話をしていましたが、来シーズン3年目を迎える及川投手が2戦目にオリックス打線を完封したヤクルト高橋奎二投手のカーブを習得したいという風なコメントを出しました。高橋さんの投球は見ていましたけど、腕が緩まずに120キロ前後のカーブがいっていた。自分とは腕の振りが全然違うなっていうのはすごく感じました。球種が多ければ多いほどバッターも球を絞りにくいし、まっすぐも生きてくると思います。キャッチボールでもカーブを投げてもっともっと磨いていきたいということで、僕も高橋投手の今シーズンのピッチング全体を見ていて、球の勢い、そしてダイナミックなフォーム、高橋投手もまだまだこれからのピッチャーですが、及川投手が今後こういった爆発的な力を持つピッチャーになってほしいなというふうに思って見てたんですね。すると翌日こういった話が出てきたんで、個人的には嬉しかったです。高橋投手といえば150キロ超えの剛速球が武器ですが、やっぱり緩いカーブ、これに今年タイガース打線かなり翻弄されてたイメージありますね。そして矢野監督も及川投手のカーブ習得についてこういったコメントを出してます。ああいう高橋のような緩急がつけられればね、カーブがあることで邪魔になるバッターもいるし、キャッチャーも配球の幅が広がる。及川が来シーズン先発でスタートしようとすれば、カーブをどれだけ習得できるかということで、及川投手も来シーズン春のキャンプは先発としてのスタートになる予定なんで、球種が多ければバッターも絞りづらくなってピッチングの幅も広がりますからね。高橋投手のような緩いカーブを身につけてさらなる成長を遂げることができるのか、3年目の及川投手が今から楽しみです。そしてもう一人、先日藤井コーチとのマンツーマンレッスンを開始した佐藤選手。藤井コーチの指導法といえばフォースタンス理論で、例えば中野選手はイチロー選手タイプの A1 型だと、先日の動画でお伝えしましたが、佐藤選手は A2 タイプだと判明。これは柳田選手はもちろん王さんやバリー・ボンズさんらと同じタイプということで、やっぱり藤井コーチの柳田に似ているという言葉は本当だったみたいです。 A2 タイプの選手は前でボールを捌くことが多いみたいなんですが、言われてみると甲子園での満塁ホームランとかもそうでしたが、前で泳ぎながら持っていくホームランも多くありましたよね。それは柳田選手もそうで、前に出されているように見えて実はそこが飛ぶポイント、これが A2 タイプの選手の共通点みたいなんで、前でさばくための回転のコツを藤井コーチから伝授されていました。でそのことについて佐藤選手がコメントを出しているんですが、キャッチャー側にバットを引くんじゃなくて自分の後ろ側に引いてと教わりました。キャッチャー側に体が倒れていくのはあまり良くないと言われ、確かにそうなってるなと思いました。春先とかはそうやって打てていたと思う。いいところを盗むというか、藤井さんに聞きながらやっていきたいということで、もちろん佐藤選手の場合は逆方向にも飛ばす力はありますが、後半戦はその直球に差し込まれたファウルが多くありました。それも逆にもう少し前で回転することができればいい時に戻していけるっていうのが藤井コーチの見立てだと思うんで、いいところを取り入れながら一つずつ前に進んでほしいなと思います。では本題に入っていきますが、日本シリーズも今日が3戦目、現時点で1勝1敗ということで、どちらに転んでもおかしくないシリーズになってますが、ここまで表立って発表多くありませんが、実は現在第2次戦力外通告期間中なんですね。タイガースではこの期間にまだ発表はありませんが、先日ジャイアンツは10人以上に自由契約を言い渡して、その全員を育成選手として再契約するという、ここ数年のお決まりの措置を敢行しました。そしてその前の段階で育成再契約を通達されていたロマンあふれる左のスラッガー山下航太選手がジャイアンツとの育成契約ではなく、他球団の支配下登録を目指してトライアウト受験も視野に入れて対談するという大きなニュースがありました。それを見て山下出ていくんだと、球界がざわついていて、今後山下選手はどこの球団に行くんだと、行方はどうなるんだと話題になってるんですね。ですので今回の動画では、なんかこの山下選手のニュースは見たけど一体どんな選手なのと、そんなにすごい選手なのという疑問を持たれている方もいらっしゃると思いますので、山下選手の解説、そしてどんな特徴を持っていて今後タイガースが獲得に動き出す可能性はあるのか、タイガースは12球団見てもトライアウト並びに戦力外の選手を獲得してきた回数が多い球団です。そんなタイガースはこの山下選手の獲得に動くのか、この点についても深掘りしていきながらお話ししていきたいなと思います。では早速お話ししていきますが、まずは僕もこの情報を知った時は驚きましたね。ジャイアンツの大量育成契約は今に始まったことじゃないんで、ここに関しての言及は本題ではないので省略させていただきますが、その流れもあって山下選手が出ていくのかと、ジャイアンツは今年のドラフトで育成10位まで指名してるんで、来シーズン育成選手だけでなんと40人ほど抱える計算になります。それも3軍があるからできることだと思うんですが、山下選手はそれなら他球団で生きていく道を探そうと決断したのかもしれません。でまずこの山下選手って一体どんな選手なのというところから見ていきますが、2018年育成ドラフト1位でジャイアンツに入団しました。そして1年目から才能を開花させて、なんとこの年2軍で打率3割3分2厘、ホームラン7本40打点という素晴らしい成績で、これ高卒1年目ですからね。今年のタイガースでいうと高寺選手が2軍で首位打者取りましたよということにになるんで、1年目からそれはすごいわと話題になりました。高卒1年目の選手がファームで首位打者に輝くのは、イチローさん以来、そしてジャイアンツでは史上初の高卒1年目での支配下登録を勝ち取って、プロ初ヒットも打ちました。これはとんでもない育成の星だと、1年目から大きな話題になった印象をお持ちの方も多いんじゃないかなと思います。しかし山下選手、ここからは怪我との戦いでした。2年目は春のキャンプから開幕スタメンあるんじゃないかと言われていたんですが、有鉤骨の骨折もあって、ここまで3年間で合計7度の怪我、いわゆるスペ体質という感じで、怪我で何度もチャンスが遠のいてしまっている流れなんですね。で、今シーズンの山下選手の2軍成績ですけれども、21試合に出場して、打率が2割2分6厘、53打数12安打、ホームラン1本6打点、盗塁1つ、出塁率が3割3分8厘、得点圏打率が1割1分1厘ということで、打率はあまり残ってませんが、出塁率は1割以上高くて、持っている力の大きさが伺えますし、3軍では打率3割6分6厘、2軍で1年目に首位打者取った選手なんで、3軍ともなれば頭1つ抜けてるレベルです。ただやっぱり怪我が多くて、本来の力を出し切れずに、ジャイアンツが育成選手として再契約を打診したんですが、支配下を目指して勝負したいと他球団移籍を希望して退団という流れになってるわけですね。こういう場合ってすでに話がついていたりする可能性もあるんですが、今回は一旦フラットな目で、現在21歳の山下選手、年齢でいうと小畑選手と同じ代になります。ポジションはファーストと外野、正直守備はあまり上手じゃないんですが、やっぱり持ち味は打力。ここを勝って今後トライアウトを受験するのか分かりませんが、タイガースの戦力、そして枠を考えて獲得に動く可能性はあるのか深掘りしていきます。で、まずファーストという観点で見ていきます。山下選手は2年目の開幕スタメン争いで、ファーストとして争いを繰り広げていました。高卒2年目の選手がファーストで勝負していくって相当打力買われてないと難しいことだと思うんですが、ジャイアンツのファーストがその時手薄だったとはいえ、これはすごいことです。で、今のタイガースのファースト事情を考えていくと、マルテ選手が残留ならそのままマルテ選手が基本戦、他球団の助っ人選手、昨日はレアード選手の残留が発表されていましたが、そろそろ残留報道出てもおかしくないのになぁと思っているんですが、ここはもう少し気長に待ちましょう。そして大山選手がサブポジションとしてファーストでノックも受けている。もちろん原口選手も候補でしょうし、先日動画でもお話しましたが、糸井選手も皆さんの考えにお任せしますと濁すような発言してましたが、ファーストでノックを受けるという可能性はゼロではありません。やっぱりマルテ選手次第というところが強いファースト事情なんですが、将来的に面白い存在ではありますよね。ファーストを自前で育てることができたら、それも若くして自立させることができたら、10年ぐらいは助っ人選手に頼らなくても良くなるんで、打力が売りの山下選手が覚醒してくれたら面白い存在ではあるかなと思ってます。ただ将来のタイガースを考えると、井上選手を外野の一角で使いたい。そうなれば佐藤選手サード、大山選手ファーストというビジョンもあるだけに、ここをどう捉えるのか悩みどころです。ただ一つのオプションとして山下選手という存在がいたら面白いなと思いますね。そして続いて外野ですね。主に山下選手の場合はレフトがメインです。この外野の守備力に関しては村田コーチがバイトレベルというコメントを出していました。その言い方は一旦置いといて、かなり厳しいスタートではありますよね。しかしこれも高校から入ってきた選手への評価ですから、守備は磨いていければなんとかなる部分もあります。内野外野のどちらに適性があるかはまだ不透明ですが、結局打てないと試合に出られないポジションなんで、まずは打てるかどうか、そして最低限守れるか、今のタイガースの両翼事情を考えると、この人が1年間計算できればなぁと思える選手はたくさんいるんですが、よしもうこの人で決まりだと今から確証を持って送り出せる選手がいないのが現状なんですね。だからこそ原口選手が外野に活路を見出したり、大山選手も守れるようにと練習してるんだと思うんですね。特にレフトは金本さんがバリバリのスタメンを退いて以降、日本人選手で数年固めることができていないのが現状で、助っ人選手が入ることが多いポジションです。ですが例えばベイスターズでは筒香選手から佐野選手という流れでポジション確立させていたり、日本人選手で打てる選手がいればそれに越したことはありません。なので内野外野どちらも打つことが求められるポジションなんで、山下選手の打力を変えるなら面白い存在になるかなと思ってます。2軍で1年間見たとしても来シーズンが高卒4年目、まだまだこれからの選手です。ただ懸念点は先ほどもお話した通り、怪我の多さ、そして枠の問題です。山下選手はあわよくば支配下登録を目指してジャイアンツを出て勝負に出るという判断をしたわけなんですが、正直今のタイガースの枠を考えると、支配下で怪我がちの選手を獲得するっていうのはちょっと考えられないんですよね。ですので結論になりますが、もしタイガースが獲得に動くなら支配下ではなく育成契約での獲得が濃厚かなと予想します。いやそれならジャイアンツと環境変わらんやんと、同じ育成やんというご意見をいただくかと思うんですが、先ほどもお話しましたが、ジャイアンツは来シーズン40人ぐらいの育成選手を抱えてスタートします。しかもその中には今シーズン1軍でバリバリ試合に出ていた選手も含まれてます。そんな状況で怪我が多い自分にチャンスが巡ってくるのは相当後だろうと、それなら環境を変えて違う球団で育成でもという考えはもしかしたら山下選手の中にあるかもしれません。もしそういった考えが山下選手にあって、タイガースがトライアウトの動きや元からの評価が高ければ育成での獲得の可能性はゼロではないのかなというふうに思ったんですね。確かにタイガースも支配下争いは熾烈です。まずは才木投手が有力候補で、左の岩田正樹投手、右の牧投手、そして来年あたりには島本投手の復活も見込めます。しかしここまで名前を挙げさせていただいた選手みんなピッチャーなんですね。もちろん全体の争いは激しいですが、野手の枠ならジャイアンツよりはチャンスあると思いますし、来シーズンも両翼の選手の起用に苦しんで、そこで山下選手がファームで結果を出していたら支配下登録というのも遠くない未来なのかなというふうに思うんですね。なので個人的には今後のことも踏まえて育成での獲得ならあるんじゃないか、面白いんじゃないかなというふうな結論に至りました。はい、ということで今回は山下選手獲得説についての見解をお話ししていきました。SNS を見ていると山下選手の退団が発表されてタイガースファンンからタイガース取りに行けと面白い選手やという声が多く上がっていたんですが、現実的に怪我が多いのと第2次でどれだけの選手をリリースするか分かりませんが、ちょっと支配下での登録は厳しいような気がしますね。他球団がトライアウトの結果やこれまでの動きを見て支配下でいけるとなれば迷わずその球団を選ぶと思いますが、実は山下選手は大阪出身でタイガースファンと言われている選手なんで、そこも踏まえて今オフ面白い存在かなと僕は動向に注目してます。これで山下選手が25歳26歳ぐらいの中堅選手ならそこまで大きな声は上がらないと思うんですが、まだ来シーズンが高卒4年目でタイガースでいうと小畑選手と同い年、そしてタイガースの課題の一つである両翼が守れる選手で2軍で首位打者の経験があるとなると気になる選手です。今後タイガースのみならず何か動きはあるのか、どちらにせよトライアウトが終わってからの流れになると思いますが、タイガースが動き出す可能性はあるのか注目して見ていきましょう。よかったらぜひとも皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方はよかったらチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者 22,300 人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せチャンネル登録者 23,000 人ということで、今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホーありがとうございました。タイガースが未来のスラッガー山下選手の獲得に動き出す可能性はあるのか注目してみていきましょう。ではまた。